はい、まあ、これがね、最新の状態です。更新プログラムチェックどうですかね。ダウンロードとインストール、0%、8時23分。KB5026446。モメント3っていう、そういったものだそうです。はい、今時刻は9時45分。ダウンロード 93%。もう1時間22分経ってますからね。1時間22分で 93%。 はい、今ね、まあ、9時59分。インストール 25%。 はい、10時55分インストール 69%。なかなか大変そうですね。はい、11時41分、再起動の保留中。ああ、でもよかったね。よいしょ。で、行きますよ。今すぐ再起動、ポチッ。まあ、Windows の構成ですね。シャツで、あったかいからね。今、梅雨時なんですけど、湿度が高いから。今ね、そっちではね、まあ、一人麻雀やってるんですよ。一人麻雀。ちょっと見てみますか。これ見ててもしょうがないからね。じゃあ続けますよ、一人麻雀。どこまでやったっけな。あ、忘れちゃったな。ああ、誰の番だっけ。この人かい。じゃあいいや、この人で。あ、この人やった、この人やった、この人やったのに、この人かい。一個取ってチーピー。そうですね、これも、まあ、パーピンしてますか。よいしょ。そしてこう取って、あ、これはつもぎりでいいかな。嘘、これ痛々しいでしょ、これ。こんな痛々しい一人麻雀あるんですかね。3はつもぎり。そしてこの人取って、これもつもぎり。みんなつもぎりだ。まだテンパってる人いないのかな。これね、ポンはあれだけどね、チーが分かんないんだよね。どこ取るんだ。ここでつもぎり、そしてこの人、これチーピン。ああ、これもつもぎりですね。そしてこの人、
シャーはいらない。よいしょ。そしてこうしてつもぎりみんなつもぎりだ。そしてこう取ってつもぎり、みんなつもぎりになっちゃうね。そして一つ取って、ああこれくるんだ、うん、つもぎり。なんでテンパらないんだろうね。3はつもぎり、これもつもぎり、みんなつもぎりだ。これは痛々しいぞ。パソつもぎり、うん、チュンつもぎり、よいしょ。あ、もう終わりですよ、このシャつもぎり。これくたびれるんですよ、歩ってるから。ペつもぎり、もう残りこれだけ。ドラは急走。よいしょ。ダメだね、つもぎりだね。あ、これチート打ちだったのかな。チーピン。もう少しなんですけどね、ここが。ペ、つもぎり。言い訳。ああ。ダメだね、積もれない、テンパれないね。はい、最後。はい、流局でした。あれ、テンパってる。テンパってるわ。ね、テンパに。ウーパーワン待ちでした。で、この人はどうですか。ああ、これはテンパってないですね。ねえ、惜しかったね。まあ、スーチーワンか、まあ、ウーパーソー。まあ、ローソーでもいいんだけど。そうすればテンパれたんだけどね。惜しかったね。これ、ここにて。しないとね、うん、この人もテンパってないんじゃないかな。あ、テンパってませんね。ダメでした。まあ今さっき見たんだけどテンパってないですよね。うん、な、テンパってません。じゃあこの人がね、まあ、1000点、3000点もらうんですね。
30% 完了からスタートですかね。31、32、35、6、40、51、61、2、64、68、70、72、74、77、79、81、85、88、93、あと 7% 頑張れ。94。94%、6% ですよ、あと。頑張れ頑張れ。あと 6%。 やっぱり蒸し暑いよね、梅雨時はね。お水、あと 4%。 まあ皆さんもね、こういった麻雀牌のセットがあればね、まあ人がいなくてもできますからね。まあちょっと見た目痛々しさが100% 完了。6画面、出てくるのか、6画面が。はい、じゃあね、もうそろそろ58分になりますからね。通知領域出てきますかね。大丈夫ですか、通知領域。58分。そのくらい置かないとダメなんですよ。よかったね。出てくるまで待ってね。Windows アップデート。最新の状態です。11時40分。もうプログラムのチェックはしなくていいですよ。あとね、今回からこれがちょっと目立ちますよね。利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する。まあ、セキュリティ以外の最新の更新プログラム、修正、機能強化がロールアップされた、ロールアウトされたら、いち早く入手しましょう。詳細情報。この詳細情報をクリックすると、まあ、ブラウザが開いて、まあ、いろんなことが書いてありますけどね。まあ一応オンにしとけばいいのかなって気がするんですけどね。
じゃあ何を見ようかな。更新履歴。これですかね。6月14日に正しくインストールされました。KB5026446。これですね。この一つだけ。もう22年から、2月10日に11になってるから、もうかなりの歳月が経過してますよね。1年と4ヶ月か。でもまだ1年と4ヶ月ぐらいなんだね。そして、22H2 になったのが、まあ、およそ7ヶ月後だったんだね。11になってからね。はい。じゃあ、そっか、ビルドか。22621.1778。こんな感じですね。それじゃあね、まあ今日は、6月の定期更新がありました。ご視聴ありがとうございました。よかったね。